朝日新聞デジタルの読者の皆様、こんにちは。女流棋士の長谷川優希です。とこちらは第74期名人戦の第3局の控え室になっています。では、ちょっとご案内したいと思います。はい、色紙がたくさんありますね。こちらは副立ち会の木村先生が書かれた色紙です。鹿児島にちなんで、鹿児島や桜島などという色紙も並んでいます。こちらは記者さんたちのスペースです。今はちょっとガランとしているんですけれども、たくさんの記者さんが2日間お仕事をされています。大盤解説会を担当されている中田先生です。こんにちは。こちらで名人戦の将棋の検討をされています。どのような感じですか？全然わかんないですね、私が誰かに教えてほしい。でももうここ数手が勝負でしょう ね、 これね。こちらは将棋連盟の職員さんの、はいはい、スペースです。中継ブログなどのお仕事をされています。控室でどのような検討をされているかっていうのを寄付コメントとして紹介したり、対局室の様子ですとか対局場の鹿児島のこう様子とかをまあ、こう写真で撮って、まあ、それを紹介していくと、そういうような形でしょうか。はい、あちらには将棋盤のモニターがあります。リアルタイムでこちらで見れるようになっています。ニコニコ生放送を、はい、されているんですよね。はい、ちょっといっぱいあります。そうですね、はい、インターネット配信、無事行われているかどうかチェックしてます。飲み物のスペースです。いろいろお茶とかコーヒーとかあります。最後にこちらはお菓子のスペースですね。来てくださった皆様が差し入れをしてくださったりする場所です。では私もせっかくなので一ついただきたいと思います。薩摩って書いてるのでパスタ丼これにしたいと思います。いただきます。すっごいふわふわで、なんか中にカスタードクリームが入ってて、でもなんかそんなに甘すぎず上品な甘さでとても美味しいです。